皆さんこんにちは、美山です。今日はですね、じゃじゃーんとここにたくさん段ボールが並んでいるんですが、ここ1ヶ月ぐらいで購入したものだったりとか、あといただいたものとか、もう本当にたまりにたまっているので、今日全部開けていっちゃおうかなっていうふうに思います。ちなみにですね、数が多いので今回はさらっとご紹介して、特に良かったものについては毎月恒例の買って良かったもの動画でまたご紹介しようかなっていうふうに思うので、ぜひそちらも楽しみにお待ちください。じゃあまずはこの上の方に載ってる楽天で購入したものからちゃちゃちゃっと開けていきたいと思います。そしては開けていきます。ちなみに開封はこちら、いつも通りみどりさんからいただいた段ボールカッターで開けていこうかなと思います。よーっと、よし、ではいざオープン。じゃじゃーん、あ、楽天ショップで買ったのでめちゃくちゃ可愛いイラストが入ってます。じゃじゃーん。ということで一つ目はこちらですね、ファーウェイの体組成計ですね。今家に体重計あるんですけど、ちょっと壊れてて毎回乗るたびに 500g 以上の誤差が出るので、新しく体組成計を購入しました。ちょっと開けてみましょう。よし、ではいきます、せーの、オープン。あ、もう一枚ちゃんと入ってましたね。よっ、あー、来た来た。あ、いいですね。結構かっこよさそうな気配がしてます。よいしょ。ではこのビニールも外しまして、どうだ、おー、すごい、めちゃくちゃかっこいいです。基本的には1回設定してしまえば自分のスマートフォンに勝手に体重を送ってくれて記録してくれるっていうような仕様らしいです。で、すごく清潔感のあるような白とシルバーの組み合わせのデザインなので、これであれば洗面所とかにもすごい綺麗に馴染んでくれそうですね。表側、ここが足を乗っける側ですね。アップで見るとこんな感じです。どうでしょうか、この辺ちょっと反射しているのでわかると思うんですけど、ガラス製か強化プラスチックかのちょっとこうクリア感のあるような素材になってますね。で、ここのシルバーの部分に足を乗っけることで体脂肪率とかも測れるような感じになってるんだと思います。すごくサラッとした感じですね、このシルバーの部分は。で、こちらが背面側なんですが、多分ここには電池を入れる感じになってますね。単4電池でいけそうな気がします。あとリセットボタンがあるのと、一応ここの四つ足の部分にはシリコンゴムがついているので、まあ、乗っても滑りにくいような感じになってますね。続いてこちらのちょっと大きめの箱を開けていこうかなと思います。よし、ではいざオープン。よいしょ、よっと。あ、これはあれですね、私の大好きなブランドアソさんの商品が入ってますね。まずこちら側からいきましょうか。これ実はもうすでに持ってるアイテムなんですけど、色違いが欲しくて購入したコンビニエンスウォレットの姿ですね。こんな感じで金具とかが一切ついていない透明なタイプのウォレットになってます。すでにもう使用しているのがこのブラッククリアタイプのコンビニエンスウォレットなんですけど、なんでこれ色違い買ったかというと、私サコッシュを4つ5つぐらい持っているんですが、サコッシュで出かけるときによくこの現金用の財布忘れちゃうんですよ。で、わざわざ入れ替えるのも結構大変だし、特にお気に入りのサコッシュにはもうそれぞれこのコンビニエンスウォレットを入れっぱなしにして、現金しか使えないお店に行っても安心っていうようにしとこうかなっていうふうに思ってます。あとはまあ免財布としてもこれ全然使えるんですよね。なので気分に合わせて色とかお財布変えて使えるのもいいなと思いましたので購入した感じです。で、これここのところに、まあ、お札余裕で入れられるようになってますし、あとちょっとちっちゃいんですけど、ここに小銭入れもちゃんとあって、こんな感じで小銭も入れるポケットもあって、で、あとカードとかも結構ここの場所だったりとか、ここの隙間だったりとか、いろんなところに入れられるので本当に便利に使えるんですよね。サブ財布だけじゃなくメイン財布にも使えるので、まあ、この辺色違いのやつとかいろいろ気分に合わせて楽しんでいこうかなっていうふうに思います。じゃじゃーん。続いてはこちらです。アソさんのショップをですね、うろうろしてたら、なんとこのナイトアイズさんのグッズを見つけまして、思わず購入してしまいました。
ちなみにナイタイさんはこれですね、私がよく使っているこのロック付きのエスビナーというカラビナを販売されているブランドさんのやつなんですけど、これはですね防水性が非常に高いポーチになります。ここのジッパーが独自開発の完全防水防塵のジッパーらしいんですよね、まあ、なのでなるべく濡らしたくないものとかをここの中に入れておくと安心なのかなと思います。個人的にはまあ防水性もそうなんですけど、デザインが結構かっこいいなと思って思わず購入してしまいました。でここのフロント部分はちょっと透け感があるようなデザインになってますね。で指紋のような、あと木の文様のようなちょっと不思議な柄が入ってます。海の波の模様にも見えますね、まあ、例えばよく海に行くよとか釣りするサーフィンするよみたいな方とかは貴重品とかこのポーチの中に入れといたら結構安心なんじゃないかなと思います。続いてがこちらですね、タフトラップと呼ばれる商品なんですけど、これがですねカメラとかを包んで置いておけるような保護用のクロスですね。じゃじゃーん、こんな感じでちょっと大きめの正方形のクロスになっています。で表側がちょっと撥水性のかなり高そうな素材感になってるんですよね。撥水どころかこれ結構防水もいけるんじゃないかなっていうような素材感になっていて、で裏側カメラとかの物が当たる側はちょっとだけ起毛っぽい素材感になってます。こんな感じで起毛素材をちょっと内側にしてあげて、で真ん中あたりに傷つけたくないこのミラーレス一眼とかを置いてあげて、こんな感じでくるんであげます。コンパクトにまとまるようにぐるっと回してあげて、でこれ外側にはこういうかっこいい金属金具がついたベルトがついてるんですよ。でしかもこのベルト長さ調整ができるようになってるので、ここに引っ掛け穴がついてるので、よいしょ、引っ掛けてあげて、で今だとちょっと長さがだいぶ長めなので引っ張って長さ調整してあげます。この長さ調整も本当に引っ張るだけでできるので結構簡単ですね。でくるっとここ綺麗に紐の余りを収納したら完成です。かっこいいカメララップ探している方には大変おすすめですね。めっちゃいいです。はい、で続いてがこの箱ラストのアイテムなんですが、実はですねこのラストのアイテムは私が購入したものではなく、アソさんがもしよかったら試してみてくださいっていうことで私の購入品に追加で入れてくれたものになります。ちょっと開けていきましょう。これが割と最近発売されたばかりのアイテムだったんですけど、個人的にも買おうかなって思ってたものだったのでプレゼントしていただけて本当に嬉しかったです。アソさんありがとうございます。はい、じゃじゃーん、ということでこちらレイヤーショルダーと呼ばれる非常にシンプルな見た目のショルダーバッグですね。でなんとこのショルダーバッグ中にこういった仕切りが入っていて、この仕切りの中に直接 iPad mini をこうスッと入れて持ち運べるようになってるショルダーバッグになってます。でここの仕切りの部分については、ここ iPad 系の小物が入れられるようなちっちゃいポケットがついていたりとか、あとこの右側のところにはですねこんな感じでアップルペンシルをスッと刺しておけるようなバンドとかもついてたりします。こういうところ非常にかゆいところに手が届く感じで大変嬉しいですね。で今回ですねなんとめちゃくちゃ嬉しいことにお手紙が入ってまして、なんとこのレイヤーショルダーを開発されたデザイナーさんから、まあ、わざわざこういう思いで作りましたっていうような内容のお手紙が入ってて、もう本当に心が温まりました。ありがとうございます。ちょっとこれから大切にこのレイヤーショルダー使わせていただこうかなと思います。はい、ということで阿蘇さんからいただいたレイヤーショルダー実際に背負ってみましたがどうでしょうか。いや非常にシンプルで洋服を選ばないような感じでいいですね。もうちょっとカジュアルな T シャツコーデとかにも全然使えるんじゃないかなと思います。これ今 iPad mini 入れた状態なんですが、いやめちゃくちゃ軽く感じますね。ちなみにここのベルトについては長さ調整がここの内側のところでできるような感じになってます。なので好きな長さに調整して使っていただけるんじゃないかなっていうような感じですね。シンプルな見た目の、まあ、革っぽく見えるようなショルダーバッグ探してるよって方はぜひですね一度試してみていただけたらなと思います。はい、でさらにですね阿蘇さんからもしよかったらこれも試してくださいということで追加で送っていただいたアイテムが一箱分あるので、ちょっとこちらも続けて開けていきたいなと思います。よっ、よよっと、よし、ではいざオープン。あ、すごい、こっちちょっと厳重に包んでいただいてますね。いいよ、
はい、こちら今回阿蘇さんからいただいたアイテム第2弾3弾ですね。よし、では1個ずつ開けていきましょう。まずはこちらですね。なんだろう。ではいざオープン。じゃじゃん。わー、そうだ、新作のレイヤーポーチ送ってくださるって言ってました。こちらがですね、ビーガンレザー製のレイヤーポーチカラーですね。で、これがサイズ的に iPad ミニ用のレイヤーポーチなんですけど、じゃじゃん、こんな感じで私すでにですね、iPad ミニ用のブラックのレイヤーポーチをいただいてて、もうこれめちゃくちゃ使い込んでいるんですよ、気に入ってて。で、今回新しくカラー展開が増えたということで、まあ、せっかくなのでホワイトのレイヤーポーチを送っていただきました。いや、めちゃくちゃ可愛いですね。ここのファスナーの部分も真っ白になってます。で、開けるとこの中の構造は今まで私がずっと愛用させていただいてたこちらのブラックのレイヤーポーチと全く一緒ですね。で、レイヤーポーチシリーズは基本的に中に仕切りが入っていて、こんな感じでレイヤーポーチマークが刻印されていたりとかして、すごい可愛いんですよね。細かいところにこだわりがあって素敵だなっていうのと、で、この仕切りがですね、ただ中を仕切っているだけではなく、こういうちっちゃいゴムのポケットがついていたりとかして、ここにはですね、アップルペンシルの返信とかを入れられるようになっていたりとか、あと反対側にはここゴムバンドがまた別途ついていて、ここのゴムバンドにはアップルペンシルがこうスッと通して保管できるようになってます。 iPad mini 入れただけだと実はですね、結構余裕があったりとかするので、まあ、反対側には充電器だったりとか充電ケーブルを入れてあげて使ってあげるっていうのがおすすめですね。今後はですね、結構気分に合わせてこのブラックとホワイト使い分けていこうかなっていう風に思います。はい、じゃあもう一個のアイテムも開けてみましょう。ということでオープン。じゃじゃん、わー、かわいい。これはブックカバーです。やばい。あ、しかもサイズ2種類入れてくださってる、嬉しい。ということで、最近阿蘇さんから発売されたばっかりの表紙が見える透明タイプのブックカバー送っていただきました。ちょっとこれはやっぱり実際に本を入れて見ていただいた方がいいと思うので、ちょっと本挟んでみますね。よいしょ。ちょっとどれが入るサイズかわからなかったので、何冊か本を見繕ってきました。まずこの大きめサイズなんですが、あ、さすがに山田五郎さんのこの本は入らなさそうですね。はい、この世界 2.0 みたいなビジネス書とかによくあるサイズですね。四六版と呼ばれるサイズなんですが、この大きめの方は四六版が、はい、こんな感じで余裕で入る感じのサイズになってました。で、この世界 2.0 が表紙がちょっとソフトカバータイプっていうのと、あと分厚さがそこまでないので、こういう風にスポッとはめた時にかなり余裕があるようなサイズ感になってます。で、残念ながら長さ調整はちょっとできなさそうな感じなので、ハードカバーでかつ分厚めの本を読む方に、まあ、よりおすすめかなっていうような感じですね。で、一応紐修理もこんな感じでしっかりくっついてます。で、この紐しおりは色が何色か選べるようになってて、赤とか青とかの紐しおりを選ぶと、なんとですね、ここの縫い目のステッチもこの紐しおりの色に合わせて変わったりとかするので、結構可愛く使えるっぽいんですよね。はい、で、こちらが一般的な文庫サイズの方ですね。うん、可愛いです。で、この左側には先ほどと同じように、こんな感じで、はい、しおりがしまっておけるようなスリットがついてます。そしては早速本を入れてみましょう。よいしょ、ぴったりサイズですね。文庫版はかなり綺麗なぴったりサイズに作ってあるような感じです。ダンテのこの新曲って結構分厚めなんですけど、余裕ですね。なんだったら本当にこのダンテの新曲のために作られたんじゃないかぐらいのぴったりなサイズ感になってます。で、こちらも紐しおりがこういう風についているので、まあ、紐しおりを使ってもよし、まあ、自分の好きなこういう紙タイプのしおりを使って
まあ、ここに保管しておいてもよしっていうような感じですね。電撃文庫のライトノベルもこんな感じでドンピシャのサイズ感でした。電撃文庫であっても、まあ、一般的なかつ分厚めの文庫サイズであっても全然大丈夫でした。ぴったりサイズです。ただしその代わりこの早川文庫ですね、ちょっと普通の小説よりも、まあ、5ミリほど高さがある文庫版なんですけど、この早川文庫については残念ながらちょっと試してみたんですけど入らなかったので、早川文庫をよく買うよっていう方はちょっとご注意いただければなと思います。よし、続いてはちょっとこの辺のちっちゃめアイテム開封していこうかなと思います。まずはこちらからいきますか。ちょっと郵便で届いたやつなんですけど、よっ、じゃじゃじゃーん、こちらです。実は今もつけてるものなんですけど、このアップルウォッチ用のスポーツループですね。実はこれ今つけてるやつがちょっとマジックテープが弱くなってきてしまって、ちょっと外れやすくなってきたなっていう風に感じたので新しく購入しました。サードパーティー製のスポーツループですね。楽天で購入できるんですけど、もう今使ってるのと全く同じショップさんで購入しました。はい、ビフォーアフター比べてみるとこんな感じですね。どうでしょうか。こっちの左側が今まで使っていた古い方で、こっちの右側が新しい方になります。今まで使ってた方は少し伸びちゃってる感じがあるんですよね。でこのマジックテープをつけてたあたりとかもちょっと動画だと伝わりにくいかもしれないんですが、だいぶ毛羽立っちゃってて、もう外れやすくなっていたりとか、あとここのマジックテープのところになかなか取れにくい、まあ、細かいホコリ汚れとかも入ってしまっているので、まあ、こちらの新しい方、お、すごい、マジックテープのこのくっつき具合が全然違いますね。こっちを使っていこうかなと思います。じゃじゃーん、ということで無事装着が完了しました。すごい、ここの余り幅なんですけど、こっち使ってた頃はもう本当にこれが伸びちゃってて、ここの紐の部分を一番ここの上ギリギリまで持ってこないとゆるゆるだったんですけど、今はもうこれで十分ですね。ここに 1,2 センチ余裕がある状態でも本当に手首にぴったり収まるようなサイズ感になってくれました。やっぱりサードパーティー製のこのスポーツループは定期的に買い替えた方がいいみたいですね。はい、では次はこちらの青い袋の方を開けていきましょう。これも確かメール便で届いたアイテムですね。楽天でお買い物マラソンでポイントアップが結構大きかった時に買ったやつだったかなと思います。では中身オープン、じゃじゃーん。はい、こちらがですね、よいしょ、スマホショルダーを今回購入しました。あ、すごい、これただのクッション材じゃなくて中にスマホショルダー用のストラップが入ってました。でこれが脂肪加工タイプのフェイクレザーになってますね。でこの辺の金属金具がちゃんとすべてオールシルバーになっていたので、あ、これ使いやすそうと思って購入してみました。はい、スマホショルダー実際に肩掛けしてみるとこんな感じですね。どうでしょうか。うん、シンプルですごい使いやすそうですね。特に秋冬はちょっとシックな格好をすることが夏に比べて増えるので、まあ、それもあって、まあ、フェイクレザーであってもレザー調のものがいいかなと思ってこちら購入してみたんですけど、良さそうですね。かなり落ち着いた印象で使えそうな気がします。でちゃんとストラップの部分も長さ調整できるようになっているので、まあ、もうちょっと下目がいいかなとかも、うん、全然大丈夫そうですね。でこの辺の金具周りについてもちゃんとここ360度くるくる回るようになっているので、この辺の紐が変な方向で絡まるっていうのも防げそうです。でこっちの表側の方には、まあ、少し立体的なスマートフォンとかがこうスッと出し入れしやすいようなポケットがついているような感じになっていて、裏側には割と薄めの、まあ、スイカとかがこうスッて入れられるようなポケットと、あとここにファスナーがついていて、このファスナー開けると、まあ、中に小銭とか鍵とかが入れられるような、こちらもちょっと薄めのポケットがついてるような感じになってます。いいですね。スマートフォンで外の Vlog 撮影するときとかは、まあ、メインのバッグとは別にこれサブバッグとしてこのカメラをこうすぐ出し入れできるっていうような用途でこちら使っていけたらなっていうふうに思います。続いてこちらのちょっとちっちゃめの箱を開けていきたいなと思います。よし、ではオープン、じゃじゃーん、おーすごい、あ、ちょっと納品書だけ抜いちゃいますね。こちらがですね、私が結構昔からよく
SNS とか追いかけてるハーチューさんっていうインフルエンサーの方がいらっしゃるんですけど、そのハーチューさんとの、まあ、コラボアイテムですね。じゃじゃーん、こちらシルバータイプのイヤーカフを購入しました、まあ、耳の真ん中あたりにこうスッと挟んで使えるようなアクセサリーですね。で、片方にだけこういうちょっとシルバーのビーズがバーッと連なったタイプのフサがついていて、あ、これアシンメトリーでめちゃくちゃ可愛いなと思って、まあ、今回購入してみました。ということでちょっとつけてみましたが、どうでしょうか。いや、めちゃくちゃこれ可愛いですね。私みたいにそんなにピアスとか開けてなくても、これイヤーカフなのでここに引っ掛けてるだけなんですよ。イヤリングみたいに耳たぶをこうギュッて押さえることもないので、これ全然痛みもないし違和感もなくてめちゃくちゃいいですね。しかもいい感じにアクセントになってくれてますし、結構上品な感じなので、結婚式のドレスとかに合わせてもいいんじゃないかなっていうふうに思います。よし、で続いてはこの Amazon のタイムセールで購入した商品が入ってる、ちょっとこの大きめの段ボール片付けていこうかなと思います。まずですね、文房具系からいきますか。まず1個目がこちらですね。じゃじゃーん、ステッラーの繰り出し式の消しゴムになります。なんとオールブラックタイプの消しゴムですね。これもちょっと見た目がかっこよさそうで、ずっと気になってたものなので試しに購入してみました。これは全然セール品とかではなく、まあ、ポイントアップ対象になったらいいなと思って購入したアイテムですね。で続いてがじゃじゃん、こちらです。シャーペン2本ですね。まずこっちのちょっと有名なクルトガの方から開けていこうかなと思います。はい、こちら芯がずっと尖って出続けるタイプのシャープペン、クルトガですね。実は私クルトガってまだ買ったことがなくて、ちょっと試してみたいなと思って今回購入してみました。でもう一つこちらの方がステッラーのシャープペンシルなんですけど、はい、じゃじゃーん、こちらです。オールブラックがめちゃくちゃかっこいいステッラーの製図用のシャープペンシルですね。でちょっと光の反射で見えにくいかなと思うんですが、ここに入ってるシャープペンシルの芯の濃さが表示できるようになってますね。今はこれ HB になっているんですが、はい、こんな感じで H が選べたりとか、あと 2H が選べたりとか、シャープペンシルの芯の濃さに合わせてここが自由に選べるようになってます。でめちゃくちゃかっこいいなと思ったのがこれですね。ブラックの本体にブラックのインクでステッラーっていう風に入ってるんで、わ、これがめちゃくちゃイケてると思って今回購入しました。はい、で続いてが、あ、こちらもアップル製品系の小物ですね。じゃじゃーん、ということで新しいアップルウォッチバンドを購入してしまいました。これ中にゴムが仕込まれていて、まあ、こんな感じでゴムで長さ調整して、まあ、くるっと手首に巻いて使うタイプのアップルウォッチバンドですね。で実際につけてみるとこんな感じですね。どうでしょうか。まあ非常にシンプルで使いやすそうだなっていうようなバンドですね。しかもゴムバンドなのでいちいちここ長さ調整とかしなくてよくて、このままこうスッと外せるのが便利そうでいいなと思って購入しました。で素材はちょっとシリコンっぽいサラサラした感じの素材感ですね。今こうやってパッて手につけた感じだとめちゃくちゃ自然でいいですね。滑らかで肌への触り心地もいいですし、結構気に入りました。今日ちょっと一日こちらのアップルウォッチバンドをつけて過ごそうかなっていう風に思います。続いてこちらです。食品系1つ目、じゃじゃん、食べっ子水族館ですね。これ一般的な食べっ子動物の中の中の方までチョコレートが染み込んだタイプのお菓子になってるんですよ。もうめちゃくちゃ美味しくて、チョコとはまた違った食感のお菓子っていうのが楽しめるので、ぜひですねチョコ系のお菓子好きだよって方には一度試していただけたらなと思います。10箱セットのやつを購入してしまったんですが、もう美味しくてあっという間に食べきってしまいそうな予感がしています。続いてがこちらも日頃からもう何回も購入してるリピート購入商品ですね。じゃじゃん、こちらオーガニックのグルテンフリーパスタですね。これグルテンフリー系のパスタの中では結構美味しめだったので、まあ普段ちょっとグルテンとかあんまり食べれないんだよなっていう方にもおすすめのパスタですね。同じくパスタ系でもう何回もリピートしている商品がありまして、じゃじゃーん、こちらです。
青の洞窟のボロネーゼですね。私ボロネーゼすっごい好きなんですけど、もう市販のレトルト系のボロネーゼあらゆるものを試したんですが、一番自分が好きな味がこの青の洞窟のボロネーゼでした。青の洞窟シリーズのボロネーゼってもうワンランク上のものがあったりするんですけど、私はですねこのちょっと中間ランクぐらいのこのボロネーゼが一番味的には好きだったりしますね。もうこれも何回リピートしたかわからないっていうような感じで、毎回Amazon で買うときは5パックセットのものを購入しているような感じです。続いてこの大きい段ボールの中身最後ですね。じゃじゃん、こちらが日清カップヌードルのプロシーフードヌードルです。このプロシリーズはですね、タンパク質がたっぷり入ってるのに糖質は少なめっていうような食べた時の罪悪感が少ないカップヌードルになってます。でこれ通常の赤いタイプのヌードル食べたことあったんですけど、シーフードの方はそういえばまだプロシリーズでは食べたことなかったなっていうのがあったので、今回 Amazon のタイムセールで購入してみました。また食べて美味しかったら皆さんにご報告しようかなっていうふうに思います。よし、だいぶ減りました。あと 1,2,3,4,5 個なのでじゃんじゃん開けていきたいと思います。でせっかくなのでちょっと Amazon つながりのこちらから開けていきましょう。よいしょ、こちら中身が、あーそうだ、じゃじゃーん、こちら梅肉エキスを購入しました。私これ自分がちっちゃい頃からずっと飲み続けてるものなんですけど、これがですねお湯とかに溶かして飲むのがまあ一般的なのかなと思うんですけど、ちょっと体調悪い時とか、あとお腹痛い時とか、この梅肉エキスを溶かしたお湯を飲むとちょっと落ち着くんですよね。正直ですね味はそんなに美味しくはないんですけど、まあちょっと体調が悪い時のおまじない的な感じで、まあ、口にするものですね。まあ、梅系のドリンクとかそんなに苦手じゃないよっていう方だったら全然いけるんじゃないかなとは思います。よし、続いてこちら楽天のアイテムちちゃちゃっと開けていきましょう。よし、ではいざオープン。じゃじゃん、こちらも楽天で購入したものなので楽天パンダさんがいますね。こちら DHA サプリですね。実はこれキッズ用のサプリなんですけど、これサプリの大きさがキッズ用だとめっちゃちっちゃいんですよ。こういう DHA 系のサプリって結構大きいものが多くて飲み込むのしんどいなと思いながらいつも飲んでたので、このコプリナっていうブランドのキッズ DHA に変えたらもうめちゃくちゃ粒がちっちゃくて飲みやすくても最高っていうことで、もうこれも何本リピートしたかわからないですね。今回ちょっと3つセット買ったんですけど、もう多分10本目とか20本目とか本当それぐらいたくさんリピートしているサプリメントになります。よし、ようやく残り2箱になりました。ちょっとこっちの大きめの楽天段ボールから開けていきましょう。ではいざオープン。じゃじゃーん、これがですね確か楽天ブックスで買ったアイテムだったと思うんですけど、よいしょ、じゃじゃーん、こちらがですねグランドデオというアニソン系ロックバンドのライブブルーレイですね。声優の谷山紀章さんがボーカルをされている、まあ、バンドのライブブルーレイなんですが、こんな感じで2枚入りですね。今あんまり音楽系のライブとかには直接は行かないようにしていて、ただですねこのグランロデオというバンド私大好きで、ファンクラブ設立当初からずっと会員なんですよ。まあ、なのでやっぱりライブは行けなくてもライブ自体は楽しめたいということで、しっかりですね新発売のこのグランロデオの最新ライブのブルーレイを購入したっていうような感じですね。これはまた改めてじっくり一人で楽しもうかなっていうふうに思います。はい、ということでラスト一箱になりました。もうこちらもサクサク開けていっちゃいましょう。あ、これちょっと中身思いっきり納品書が見えてるので、ちょっと商品だけ取り出してお見せしようかなと思います。ラストのアイテムがこちらですね。じゃじゃーん、コスメデコルテのお高い美容液です。これはあの化粧水を塗る前につけるタイプの美容液なんですけど、だいたいこれ1本で1万2000円ぐらいします。これがですね高いんですけど、本当に私の肌と相性が良くてですね、もう5本以上リピートしてますね。本当それぐらい気に入ってます。でこの美容液が楽天のセールの時にだいたい値段が下がってるんですよね。1000円とか2000円とか結構値段が下がってくれるアイテムなので、まあ、楽天のセールのたびに1本は購入するような感じにしています。
はい、ということで今回は楽天の購入品を中心にいろいろ届いたものとか紹介してみましたが、いかがだったでしょうか。少しでも参考になっていれば幸いです。今後もですね、こういった買ったものとかお気に入りのものとかいろいろご紹介できればなと思うので、もしよかったらチャンネル登録などぜひよろしくお願いします。はい、ということでここまで長々と見ていただき本当にありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。三山でした。バイバーイ。